頭を垂れてつくばえ。平伏せよ。無惨様だ。無惨様の声、わからなかった。姿も気配も以前と違う。すさまじい精度の擬態。申し訳ございません。お姿も気配も異なっていらしたので。誰が喋ってよいと言った。貴様どものくだらぬ意思で物を言うな。私に聞かれたことにのみ答えよ。ルイが殺された、加減の語だ。私が問いたいのは一つのみ。何故に加減の鬼はそれほどまで弱いのか。十二鬼月に数えられたからといって終わりではない。そこから始まりだ。より人を喰らい、より強くなり、私の役に立つための始まり。ここ百年余り、十二鬼月の上限は顔ぶれが変わらない。鬼狩りの柱どもを葬ってきたのは常に上限の鬼たちだ。しかし加減はどうか。何度入れ替わった。そんなことを俺たちに言われても。そんなことを俺たちに言われても。なんだ、言ってみろ。思考が読めるのか。まずい。何がまずい。言ってみろ。お許しくださいませ、鬼舞辻様。どうかどうかお慈悲を。申し訳ありません。なんでこんなことに。殺されるのか。せっかく十二鬼月になれたのに。なぜだ、なぜだ。俺はこれからもっともっと。私よりも鬼狩りの方が怖いか。お前はいつも鬼狩りの柱と遭遇した場合、逃亡しようと思っているな。いいえ、思っていません。私はあなた様のために命を懸けて戦います。お前は私が言うことを否定するのか。ダメだ、おしまいだ。思考は読まれ、肯定しても否定しても殺される。戦って勝てるはずもない。なら逃げるしか。愚かだな。なんとか逃げ切れ。なんとかこれだけ離れれば。もはや十二鬼月は上限のみで良いと思っている。加減の鬼は解体する。やられている。そんな、琵琶の女の能力か。いや、琵琶の音はしなかった。ぐう、なぜだ。体を再生できない。最後に何か言い残すことは。私はまだお役に立てます。もう少しだけご猶予をいただけるならば必ずお役に。具体的にどれほどの猶予。お前はどのような役に立てる。今のお前の力でどれほどのことができる。血を、あなた様の血を分けていただければ、私は必ず血に順応してみせます。より強力な鬼となり戦います。なぜ私がお前の指図で血を与えねばならんのだ。はなはだずうずうしい。身の程をわきまえろ。違います、違います。私は。黙れ、何も違わない。私は何も間違えない。全ての決定権は私にあり、私の言うことは絶対である。お前に拒否する権利はない。私が正しいと言ったことが正しいんだ。
お前は私に指図した。死に値する。最後に言い残すことは、こいつも殺される。この方の気分次第で全て決まる。俺ももう死ぬ。そうですね、私は夢見心地でございます。あなた様直々に手を下していただけること、他の鬼の断末魔を聞けて楽しかった。幸せでした。人の不幸や苦しみを見るのが大好きなので、夢に見るほど好きなので、私を最後まで残してくださってありがとう。気に入った。私の血をふんだんに分けてやろう。ただしお前は血の量に耐えきれず死ぬかもしれない。だが順応できたならば、さらなる強さを手に入れるだろう。そして私の役に立て。鬼狩りの柱を殺せ。耳に花札のような飾りをつけた鬼狩りを殺せば、もっと血を分けてやる。